はい、松村塾のカズです。今日はですね、本番で意外なところを追求されてしまって撃沈してしまったという話についてお話ししていこうと思います。ズバリテーマはですね、練習ではうまくいったのに本番の面接ではうまくいかないパターン、これを解説していきます。で、どれだけ面接練習しても本番どんな追求されるのか不安だなとか、やっぱりそういったね、不安を抱えることなく自信を持って面接に挑んでほしいので、今日はですね、このテーマを聞いて本番自信を持って挑めるようにですね、しっかりと対策してほしいかなと思います。まずですね、最終面接ダメだったっていう報告一番多いんで、ここから解説していこうかなって思うんですけれど、これまでのね、面接良かったのにその最後の面接でダメになってしまう、その原因についてはですね、次のものが挙げられるわけですね。はい、まず一次面接だったり、あとはジョブカフェとかハロワとか予備校、そしてキャリアセンターですね、そういったところでの面接練習では基本的なコミュニケーション力を見る傾向にあるわけなんですよ。つまりですね、その最終面接はあなたをその生涯賃金 2.5 億円という大きな買い物をするからこそ、細かく気になったところを徹底的に追求するっていうことがあるんですけど、面接練習では論理的に質問に対して的を射た回答ができているのか、基本的なコミュニケーションができているのか、そういった視点で評価しますので、本番の面接官ほど危機感を持っていない、大体この回答でいいのかなと思って追求そこで終わっちゃって、はい次って言ったりするんですよ。ですけど、あなたがその採用担当者、そして最後の内定決めるかどうかという責任重大な立場でしたら、やはりね、自分が少しでも引っかかったところ徹底的に追求したいなって思いがあると思うんですよ。で、そういったところでね、最終面接ってこれまでここそこまで深掘りされなかったのに、ここをそこまで詳しく聞くかっていうところまで徹底的に追求されて撃沈しちゃうっていうパターンがあるんですよ。だからこそですね、その一次面接とか面接練習では、基本的なコミュニケーションを見る傾向があるからこそですね、最終面接だとなんか今まで対策していた通りのことを答えたのに面接官納得してくれないぞっていうことがよく起こるわけなんですよね。はい、で、その最終面接ではもう一つ注意しなきゃいけないことがあって、その実務能力がある、例えば市役所職員として窓口対応だったり、その企画立案して物事を関係者巻き込んで推進していく、そういった能力があるよっていうだけじゃなくて、うちの組織に長く勤めてくれる見込みがあるかを確認するということなんですよ。つまりですね、この実務能力以外のところ、例えば仕事に対する価値観、あなたの性格を重点的に評価して適性を判断するわけなんですよ。で、ここのね、その実務能力以外の、仕事に対する価値観ですよね。例えばあなたが自分の裁量権を大きく最初から持って、思いっきり活躍していきたい、切り開いていきたい、そして自分だからこそこんなことやりたい、そういう思いが強い方はですね、公務員よりもむしろ民間の方が向いていたりもしますし、あとはですね、公務員ってもちろん法令に基づいて決まりきった仕事をやっていったりはするんですけれど、その言われた仕事をそのままこなしていって全く創意工夫したりとか、自分で使命感を持って人のためにやり遂げていこうとか、そういった考えよりもやっぱりこう決まったことをやっていきたいなっていう方は民間の事務職とかそういった仕事の方が向いていたりするわけなんですよね。で、あとはね、やっぱりその公務員の組織って年功序列だったりするので、そういった組織よりも自分自身の能力主義で次々と切り開いていきたいんだっていう、そういう方もね、結構仕事はできる、能力持ってるだろうなって思っても実際に面接では落ちてしまうっていうことがあるわけなんですよね。はい、で、こういったちょっと最終面接でダメになる原因を解説した上でですね、ちょっとそのパターンそれぞれ解説していこうと思いますね。ダメになったパターンです。まずここからはちょっと基本的な、解説になっていくんですけれど、ダメになったパターン1、質問の組み合わせですね。例えばですね、面接始まって面接官は開口一番に志望理由と自己 PR を合わせてお願いしますというわけなんですよ。で、面接では志望理由をお願いします、自己 PR をお願いします、自己紹介をお願いしますと、でこんな感じで一問一答形式で、綺麗に進んでいくわけなんですけれど、本番でね、
その志望理由と自己 PR 合わせてお願いしますって言われてですね、ちょっとそこでねパニクっちゃってうまく答えることできなくて撃沈したりとか、あとはその志望理由答えただけでもう回答時間1分ぐらい経っちゃって自己 PR するままなく終わっちゃったとかね、だからそういうことが起こったりしてですね、うまく答えられないパターンがあったりします。であとはですね、そのね面接練習こういった場合ってね重ねていって、その回数重ねていって、まあ、柔軟に対応できる余裕を持つこと、これが大事ですね。やっぱりこう一問一答形式で想定質問作ってそれ完璧に仕上げて満足するのではなくて、面接って会話なので面接慣れしていない場合はですね、やっぱりその熟練したしっかりとした面接官の役割を担える方にですね、実際に練習何度もしてもらって、そうやっていろんな角度から聞かれても対応できるようにするっていうのが大事だったりもしますね。はい。であと次ダメになったパターンに微妙に回答がずれているということですね。はい。うちの市役所志望した理由教えてくださいって言われて、でその公務員を志望するきっかけだけ話して、あえてなんでうちの自治体なのかってことを答えずに終わっちゃったりとかね、だそういうことがあるとね、ちょっと細かいところで減点が食らっちゃったりもしますよね。はい。あと他にも強みは調整力ですって答えてるんですけど、エピソードをその方の内容をねしっかりとこう聞いていくと、調整力かなってちょっと言い難い内容になったりして、そこでね整合性合わないことがあったりするんですよ。でこういうちょっと微妙に回答ずれてることを言ったりとかすると、コミュニケーションの項目がですね徐々に減点されていったりとかするんで注意ですね。はい。あとねダメになったパターン3ですけど、これね実際に私も当てはまっておりました。回答が1パターン、例えばその、まあ、私が当てはまってるのはこれ実際に市役所受けたばっかりの時に同じ過ちを犯してたってことなんですけど、まあ、その何をやるべきかとかやってみたい仕事とかそういうの聞かれた時に SNS 活用した観光振興やってみたいって答えるとします。でさらに面接官がうちの自治体の課題は対応策はとかそういう質問をした時に上記と同じ回答を繰り返したりするんですよ。でそうするとなんかもうちょっと多角的な視点で物事を捉える視点養ってほしいかなって思ったりしますね。なんか特定のことばっかり興味あるんだったら、やっぱりその業種の民間企業を働いた方があなたのやりたいことをできるんじゃない、あなたの適性が向いてるんじゃないってそう思われたりしますね。はい。で次ダメになったパターン4、回答に一貫性がないということです。例えば強みはチームワーク力と答えてるんですけど、周りのメンバーと一緒に物事を進める際に私ちょっと意見言いづらいんですよねって短所でそういうことを答えちゃったりすると、チームワーク力って言ってるのに物事を一緒にその進めるときに自分の意見言いづらいって、それってチーム統率できんのってなったりしてね、そういうところをちょっと聞かれたりするんで要注意ですよね。であとね面接官によってはですね、もちろんあなたがいろんな角度で長所短所聞かれたりすると、細かいところで矛盾点とか疑問に思う点って必ず出てくるんですよ。で面接官がその疑問に思ったところを聞いてきた時に、あ確かにこれ矛盾してるわってなんかそこでねちょっと論破されたみたいになってフリーズするのではなくてですね、ここ臆することなく矛盾していないことをしっかり説明するっていうところ、これが大事ですね。はい。これね福岡県とかでも結構やられたりとかしてるんで、皆さんねやっぱりいろんな角度から聞かれて、あ矛盾してるなそうだなってこうやっぱ納得してそこでね終わるのではなくてですね、まあ、自分の非を認めるところは認めてもいいんですけれど、まあ、そこでちょっと面接官にやばいとこ疲れたなっていう反応することなくね、しっかり臆することなく答えられるように、そこまでねちゃんとね練習できてるといいかなと思います。はい。でダメになったパターン、5つ目ですね、公務員としての適性を疑う回答です。これはねやっぱ上から目線で今の仕事もやりきったから改めてこの経験化して行政に役立ちたいですとか、そういうこと言っちゃったりするとちょっとねなんか面接官からするとこの人傲慢だなって思ったりするんですよね。そのやっぱ防災の仕事とか私もこれだけこうやってきたんで防災の仕事をやりきりましたと、だからこそ私はその民間の、こういった災害に関するそういったさまざまな製品作っていくそういう仕事じゃなくて行政の仕事をやりたいなって、やっぱこう民間仕事やりきったのでとか言っちゃうと、なんかねやっぱその道を極めるっていうのはキリがないと思うんで、なんかそこであなたがもう全部やりきったってその言い切ってしまうのは、なんかちょっと傲慢だなって、自信過剰なのかなってこう囚われたりするんで、ここの言い方も注意だったりしますね。はい。であとはねやっぱこう自分が長年これだけ勤めてきたからあなた方は持ってないこんな経験を活かせるんですよっていう、ちょっとそこの言い方も傲慢な態度とかちょっとでも出たりすると大幅に減点されちゃうんで、そこ注意してくださいね。はい。
あと他にもね、上司と対立した際には、しっかりと上司を説得する、ここをね言うときにですね、やっぱ上司に対して間違ってるところは部下としてきちんと粘り強く説得して押し通しますみたいなニュアンス感じるような回答しちゃうと、それもねうちの組織溶け込めるかなってちょっとやっぱこう疑われちゃいますよね。であとは苦手な人から距離取るようにしてますとか、これ公務員ってそんなやり方通用しないんでね、ここもねこんな回答しないように注意してください。はい、であとダメになった、パターン、6つ目ですね、強みが曖昧であえてあなたを取るメリットが感じられないというところです。これはね既卒新卒関係なく、例えばねやっぱこういう、アピールされるとちょっとまだね曖昧かなって思います。例えば長年アルバイト頑張って粘り強さですと、どんなこと割り当てられても粘り強く積極的に取り組みますと、これだとねちょっともう少しあなただからこその魅力具体的に欲しいかなと思いますね。例えばねやっぱりその店舗の売り上げ下がったりとかしてる時に店長とかも諦めかけてきてると、でもやっぱ自分だからこそできる範囲で何ができるか、そういうことをしっかりと考えた上で周りの方々働きかけて、一つ一つ自分も主体的に物事を取り組んでって、チームとしてのそのモチベーションっていうものを上げていって、成果上げたんですよとか、そういったエピソードとかあるのに、そのこういうアピールで終わっちゃってたらね、その人ならではの魅力っていうのが具体的に伝わらないので、そこでねせっかくその方がちゃんとアピールすれば合格できたのに合格できなかったっていうこともあるんで注意してください。であとはねこれ他の動画でも上げてることですけど、一人で頑張ったエピソードよりも周りの人たちと協力交渉して進めた物事の方が公務員として多くの場面で役立つ強みを身につけてきたと、こうアピールできるのでね、そういったエピソードを優先してアピールしてほしいのかなって思います。はい、であとねダメになったパターン7つ目、これも多いです。仕事理解が甘く職務を履き違える、例えばね頑張って学業で成果上げてきたので専門知識すぐに覚えることできますって言っても、ちょっとそれはねやっぱその他の受験生でもできますし、あと専門知識をもちろん例えば市役所だといろんなところ行かなきゃいけないんですけれど、そこでこう知識を覚えてばっかりじゃなくて、もっとね頑張ってやらなきゃいけないこと市役所ってたくさんあります。もうまず知識っていうのはやりながら覚えるの前提でして、でその分からないことがある中でも仕事を進めながら分からないところを整理した上で余った時間でちゃんと学習して要領よく進めなきゃいけないとか、どっちかというとそういうマルチタスクな力を求められたりとかもしておりますので、そこでねちょっと専門知識を頑張って要領よく勉強する力ありますよっていうだけだとちょっとねまだ社会人としてのアピール足りないなって思います。これは新卒の方でも言えますので参考にしてください。はい、であとね市民の窓口対応だけじゃないんです。地方公務員っていうのは他にもどんな仕事があるか具体的にイメージして自分の強みがどう活かせるか、これを考えるべしですね。他の動画でも1時間にわたって私が市役所で具体的にどんな仕事をしてきたのかっていうのを解説したりもしておりますので、そういったところもねちゃんと参考にしていただいた上で、窓口対応だけじゃなくてですね、予算を企画立案するってなったらまずは上長の方納得させる、次に、次長、課長、そして部長ですね、でさらに副市長、市長とかやっぱそういった上層部の方とか財政の方々納得できるように相手が何を重視しているのか、それを説得頑張ってするということもあります。で事業企画化できたら実際に市民の方、事業者の方、彼らが積極的に協力してくれるように交渉に頑張っていかなきゃならないということもあります。そこもねしっかりと理解した上で自分が市民に対する窓口対応だけじゃなくてどんな場面に活かせるかっていうことを整理してほしいかなって思います。はい、であとダメになったパターン8つ目、将来ビジョンの詰めが甘いということです。これもね結構皆さん当てはまる人多いと思いますよ。将来どんな公務員になりたいかって言われた時にネットとかで落ちてる模範解答をそのままコピペしようとしないでください。身近でもアルバイトの方とかね、あるいはねその上司とかそういう方でもなんか周りの人たちうまいこと巻き込んで仕事を進めてるなっていうその尊敬できる人いると思うんですよ。やっぱそういった尊敬できる人とその公務員の適性考慮した上でこんな人になりたいなっていうものを組み立てていくと、あなたならではのその実体験を踏まえた回答ができていいかなって思います。やっぱり面接でもねその人と人との会話なので模範解答をコピペすると、なんであなたはそういう人になりたいと思ったんですかって言われた時に何も答えられなくなっちゃうんですよ。
ですけど、自分の身の回りにいてこの人だったら民間でも公務員でも共通して活躍できそうだなっていう人をイメージして答えられたりすると、なんであなたはそういう人になりたいと思ったんですかって言われた時、きちんと答えられるわけなんですね。そこまで考えてちゃんと将来どんな公務員になりたいかとか、そういう回答を考えてほしいなって思います。はい、であとね、やっぱその例えばね、将来どんな公務員になりたいかって言った時に、大体20代前半の方だと、やっぱ5年後っていうとより困難な仕事、こういったものをちゃんとやり遂げていく実務能力をもっと身につけなきゃいけないですし、あとね、やっぱこう10年とか経ってくると後輩部下を適切に指導育成マネジメントする、そういった力も身につけなきゃいけないです。だからこそですね、一人でできることには限界があるので、組織としての全体のパフォーマンスを高めていく上で、自分はこういった部下の育成指導ができるような人になりたいっていうのをきちんと答えられるように固めてほしいかなと思います。だからこそですね、理想の上司とかそういう方がいたりしたら、その人の指導方法を参考に、私も将来こんな上司になりたい、そういった将来になりたい公務員像まできちんと固めてほしいかなって思います。で、最後に伝えたいことです。これもすごく大事なので、ぜひ聞いてください。面接では、困難な物事を成し遂げる能力として、論理的に物事を考える力だったり、交渉をうまく進める力とか、特に社会人の場合は、特定分野で貢献できる知識など、実務面においてどれだけあなたが貢献できる能力を持っているか、こういうのを重視していると考えがちだと思います。ですけど、新卒枠、社会人枠関係なく、次のことすごく大事なんで覚えておいてください。特に最終面接においては、内面の適性です。あなたとしてのその人間性などの、そういったところが公費の分け目となることがすごく多いんですよ。もうこれは私が今までもう2500人ぐらいも指導してるんですけど、実際にダメでしたっていう方聞いてると、もちろんですね、中には特に社会人枠だと、特定のキャリア経歴持ってる人欲しいからっていう人物像を明確にしていて、募集人数少ないからこそどうしても頑張ってアピールしても、あなたのやってきたこととあちら側が求めてる人物像がマッチングしなかったねっていう結果もあるんですよ。ですけど、それって実は少数派で、大多数の方はですね、最終面接まで上がった時点であなたの実務能力は認められてます。だからこそ最後に何がこう決め手で狂いに分けられるかというと、内面なんですよ。つまり人としてのバランス感覚、例えば謙虚であることは大事なんですけど、いやいや私なんてちょっとやっぱりこの立場だと、まあ何仕事割り当てられても頑張りますよとか、あまりにもその謙遜しすぎてて自信ないなって思われたりするとダメですし、そこの点でこうバランス感覚を持った回答できたりすることも大事です。あとね、やっぱ公務員の組織に溶け込める協調性ですね。ちょっとあまりにもその自分がって思いが強くて、仕事がバリバリできるけどこの人組織に入れたら使いづらそうって思われるようなことがないようにね、一つ一つの回答に対してちゃんと公務員の適性があるような、そういう回答できているか改めて整理してほしいかなと思います。で、あとね、この部下としてやっぱ働きたいと思える魅力的な人間性ですよね。はい、これはやっぱりこう話し方仕草っていうところも結構影響してきますし、あとはその話してる内容ですね、あまりにも自信家だったりするとなんだかこの人ちょっとナルシストっぽい、使いづらいってなったりしますし、やっぱ自信がなさげだとそれもそれで向上心本当にあるのかなと思ったりします。やっぱ言ったこととやってきたことが一貫性があって、そのある程度部下としての謙虚さがあるけれど、将来こういうふうに私は活躍していきたいという、やっぱりそういったやる気っていうものがしっかりと感じられる、だからそういった魅力というものが内面から伝わるような回答だったり仕草態度を取ることができるとですね、最後に生き残ることができるわけなんですよね。ここでやっぱその内面のところですね、あなたからにじみ出る内面です。これは面接対策でももちろんその一つ一つ指摘して態度とかそういったところを改めるところによって大きく改善できますし、時間ある方は日頃の仕事に対して問題意識を持って、日頃の学業に対してこう課題意識を持ってしっかり取り組んで成長していこうという意欲があればですね、
それがおのずとその答えていく際にですね、自分自身の自信だったり、あと答えてる内容も考察力ある内容できたりとかするのでね、そういった点でね、ここのやっぱ最後 の内面すごく見られてるっていうところもね、意識した上で対策をしてほしいかなと思います。はい、でまたですね、うちの塾でも有料指導今年のものは募集始まっておりますので、また今年の試験控えてる方はですね、概要欄からですね、ぜひですね、そのうちの塾の指導も検討していただけるとありがたいです。はい、今日の講義は以上となります。ありがとうございました。